あの余分なこと、モデレーターしゃべるなっていうルールになってるので、あ,のあんまりしゃ余分なことしゃべらないようにするんですけど、このパネルディスカッションのルールで、まあ、モデレーター、余分なことしゃべるな、もうすでに余分なことしゃべってますが、<laughs> あのとか、えー、っともうテンポよく回せとかですね、あの自己紹介はしないでしちゃだめとか、いろんなルールがあるもんですから、自己紹介は省きます、あの省きます、ですので、いきなりあの本題というか、質問から、パネルストの質問から入っていきたいと思います。 ではまず最初は順番にちょっと行きたいと思うんですね、じゃあ石川さんの方から、大丈夫ですか、さっき到着で、大丈夫ですか逆からいきましょうか、はい、じゃあ、藪本さんから、藪本さんが一番最初に到着されてました、藪 <laughs> 本さんの事業はあの、まあ、病児保育から始まってこう、保育園事業を展開されてますけれども、あのなぜ藪本さん、こういった事業をですね、 始めようと思ったのかっていうきっかけとか、原体験みたいなところがありましたら、そこからちょっとお話をいただけますでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。あの、てっきりそっちからかと思って、ギルダはしました、はい。すみません <laughs>、はい、あの、えっと、病、まあ、病児保育からスタートさせていただいた、ま一番の理由は。まあ、本当に、あの、今住んでいるところに、まあ、もうなかったっていうところが、もう一番でかいんですね。で、あの、まあ、もともと、私、大阪の平方っていうところで、あの、住んでいまして。そこが病児保育の発祥の地だったんですけれど。 でそこからあの、まあ、もしかすると皆さんご存知かもしれないんですがあの千葉県の流山市というところご存知の方いらっしゃいますかね、あの子育て、いいはすすごねね子育てそこ行ってです、ねまあ、あの子育てするならと言うてるんやったらちゃんとあるやろうと思って、えー、引っ越しをして家を買ったら病児がなかったという話で。 で最初に病児を、まあ、作りませんかというあの市議会議員さんとかにこう話ししに行って市長と話した時にいや病児はニーズがないんやと、うん、って言われてえニーズがここにおるんやけどなんでニーズがないんやと <laughs>、まあ、俺に向かって何でニーズがないって言うんやっていうな感じに思って、まあ、それやったらじゃあニーズ証明しますわっていうことがスタートでしたで、まあ、そこからいろいろ今広がってきてはいるんですけど、まあ、本当最初のきっかけって言ったらそんな感じ。 で本当、細なあな市長から言われた言葉に対してイラッときたっていうのが多分一番正確かもしれないですご自身がやはり病児保育を利用したかったのになかったんだっ、ね、そうですねうちの長女がめちゃくちゃ体弱くて、うん、もうヘビーユーザーだったんですよで当たり前のインフラだったのが亡くなった瞬間の,このてうんですか恐怖というか大変さというのはやっぱり肌で感じていてそこで、まあ、そんなこと言われて何やこいつっていう。 まあそこですかね、はい、すいませんなんかいきなり最初かの、はい、そんな矢本さんですけど今病児保育だけじゃなくて普通の保育園の経営もたくさんされていてあと保育園の経営コンサルもされてるんですよね。 そうですねあの、まあ、病児始めると今度何が気になってきたかというとやっぱ地域の子育てに対して気になってきてでその中心になっているのが、まあ、やっぱり幼児教育とか、まあ、小学校とかもそうなんですけど、まあ、そこにもちょっっとやっぱ進出していきたいなという,ふうに思いが、まあ、要するに非日常のところから日常の保育園というところにまあ今。 きて、まあそこから今コミュニティをうどう作るかみたいなところの仕事仕事もちょっと増やしてきているという感じですかね。はい、ありがとうございます。ちょっとコミュニティとキーワードについてまた後でお話しを伺いたいと思います。ありがとうございます。でははい佐々木さん、佐々木さんはなんでこの一人親 家庭の支援とか子どもの貧困ですねこのテーマ取り組まれたかというところをお願いしますか。あはいありがとうございますえー、とですね私がやっぱり大きな天気だったのが東日本大震災2011年のあの3月11日に起きた東日本大震災だったんですけれども私の家も全壊してそしてまあ目の前で多くの方々が亡くなる中で。 本当に自分がここに生かされていることが信じられないっていうか生きていることが信じられないみたいなそんなようなあの体験をさせあのしましたでその時にですね1年ぐらいすっごいこうあの自分自身が何で生きてるんだろうかなんで生かされたんだろうかみたいなことをすごく悩んで考えている時にああんかこう うーん私自身がこれまで、まあ、非虐待児でもありましたしあとシングルマザーっていう体験もありましてやっぱり自分がこれまで生きてきたあこれたのはやっぱりこう社会の方々が支えてくれたおかげだなっていうことにすごくその時感じまして、えー、そしてあのその震災を通して私がこれからあ使う命はやっぱり あのそういった一人親であったりとか、あと本当はその生まれた環境とか育った環境で可能性が閉ざされることない子どもたちの可能性が閉ざされることがないように、まあそういった親御さんと子どもたちに寄り添う何かをしたいなっていうことを考えてあの配、はい、させていただきました。はい、ありがとうございます。あのー、えっ、ー、と NPO 立ち上げてもう九年十年九年ですね。で、もう始めた頃はそれこそ佐々木さんも 笠木さんが代表で始めて、あとスタッフ、スタッフいらっしゃいましたっけ？いないです。いないですよ。一人始めましたもんね。<laughs> はい、で、それが今十、先ほどお話して十七人あの雇用するまでになっていて、プロボのボランティアも他にもいらっしゃって、で居場所づくりもねたくさん広がって、その仙台市が拠点ですけれども、ま仙台市からもあのいろんな事業を委託するまであの成長されたということで、この去年すごく大きく成長されていらっしゃいますね。 ありがとうございますえっ、ー、とそれでは帯さんお願いしますはい。どうして始めたんですかさん。はい、アイサンさんグループの帯と申しますよろしくお願いしますそうですね、多分結論は自分の人生を豊かなものにしたいからっていうことだと思うんですよねで、私自身も2011年そちら側に座っていて自分の人生どうやっていきたいかっていうことを悩んでいたで、ちょうどグロービスに入って志だって言われて 生き方を考えていた。その時に震災が起こって、縁もゆかりもない宮城県石巻に入って、ボランティアから始めた。ちょうどその頃、多分こう、いろんな理由付けをしていけば、いろんな理由があって、現体験があったとか、震災があったとか、いろいろあると思うんですけど、自分の人生をどうデザインしたいかっていうことを、多分すごい深く考えていた。だと思うんですよね。で、入って、 その時にああって自分もそのタイミングで最愛の母を亡くしていたりもしたのでここで命のやり取りをされた人と共に自分の心も癒しながらその人たちに寄り添ってありがとうと言われる人生に包まれながら生きていきたいというふうに定義づけしたんですよねだからこの授業を始めたんだというふうには言っていますただ結論は偶然 だったと思うんですよね偶然の積み重ねそして豊かな人生に入りたかったこういった動機だと思いますありがとうございますかっこいいっすよねいつも本当にもうあの小さんも、えー、と横浜からでしたっけ入られ川崎でしたっけ川崎から被災地入られてボランティアから始まって最初は塩釜で事業を始めて石巻に展開されてで先ほど伺ったら言っていいんですかね仙台にもね広げようっていうお話で。 あのたくさんその高齢の方とかそれ障ら障害を持っている方とかひとり親の方とかを雇用しながら、えー、ご高齢主にご高齢者ですか、ね、の,あの宅配のお弁当とかです、ね、食事それから施設の上なんかをされていらっしゃいますね、はい、あのすごくやっぱり成長されていらっしゃいます、はい、それではお待たせしました石川さん大丈夫でしょうかここの準備は、はいはい、なんで始めたんですか石川さんは私の現体験があります 私自身が、ちょっといきなりですけど、高校生とか大学生とか、まあ、20代の頃に何度か、あの、性暴力の被害に遭ったことがありまして、で、多くの方がそうだと思うんですけど、自分がそういう目に遭うって思って生きてないと思うんですね。なので、当時の私も、まさか自分がと思ってたので、じゃそういう時にどういうふうに対応しようとかとか、もちろん、防犯グッズとか、そういうセキュリティアイテム一切持っていなかったので、もうただ、 驚きと恐怖で固まってしまっっててしもう何もできなかったでよく大声出しなさいとか言われるんですけど大声出せないんですよねそういう時大声も出せないし逃げなさいって教わりましたけど逃げることもできなくてでじゃあその時はまあ私まだ生きてますけどなんかこの先また同じようなことがあったら今度はどうすればいいんだろうっていうことを、まあ、結構ずっと事とあるごとに考えていて。 である時に、まあ、ちょうどそれがグロービス卒業するのと同じタイミングだったんですけどあこういうものがあればあの時の自分も救えたかもしれないし、まあ、こ,のこれから先同じような目に遭う人を助けることができるかもしれないと思いましてなんかこう自分の過去を救うそういう意味でもアイデアを形にしようと思って始めました。ありがとうございます あの私今思ったのは4名の方のお話伺ってあのよくねこう、まえーまあ、まあ社会起業家ですね日本語で言うとで最近だとあのグロービスではソーシャルベンチャーって言ったりとか最近だとインパクトスタートアップとかねこんな言われ方されてる皆さん方なんですけれどもこの社会起業家どうして始めたんですか、まあ、社会起業家になろうと思ってなる人ってあまりいたいと思うんですけども今お話聞いていただいたようにあのそれぞれやっぱり自分ごとから,から始まっているんですよね。 結構リ他の精神から始めるようなイメージ持たれると思うんですけどそれはそのうちそういうことになってくるかもしれないんですが、まあ、なかなか最初からね誰々のためにっていうことではなくてですね保にして自分がこういう体験をしてからとかあの大部さんもね自分で自分の人生をデザインするのだとかねあのそういうところからやっぱり自分ごとのところから始まってるっていうのがあの皆さんには共通しているところかなと思いました。 なのでこう、えー、お話聞いていただいている皆さんもです、ね、何かこう立派なことを思ってあのリターの精神がなきゃダメだめだというところからじゃなくても全然構わないですよね。やっぱり自分があの大事にしているところから始めていくというところからのスタートがあのやっぱり強いものになってもう10年以上、ね、あの活動されている方もいらっしゃいますのであの続いていくんじゃないかなと思いましたあのせっかくこういうそ,のそうは言ってもこう、ね、あのソーシャル色満,満載の,この,あの分,分科会なので。 えー、せっかくさまざまな社会課題に取り組んでいらっしゃいますから、えー、どうしてじゃあこのいう社会課題って起きちゃってるんでしょうねあるんでしょうねというところをちょっと2つ目の質問で聞いてみたいと思いますあの日頃それこそお忙しくされてる経営者の皆さんなんでなかなかこういうところにこうじっくり向き合って考える時間もなかなかないかもしれないんですけどいい機会なんで聞いてみたいなと思いますどうしてその今皆さん向き合ってる社会課題ってそもそも何で 社会課題として起きているんでしょうかっていうところをちょっと聞いてみたいと思います。えっ、ー、とじゃあ佐々木さんからいこうかな。えっと実はこの四人の中で私だけがあの NPO っていう組織形態なんですね。えー、で組織あの NPO はノンプロフィットオーガニゼーションといいましてまああの講義でいうとまあ営利を目的としないでまああの社会活動まあを行っていくっていう団体なんですけれども。 えー、やはりそのこの資本主義の中でこの営みの中でどうしてもマネタイズできないものは課題として残され続けていくっていうことが起こりますなのでそれはど,どうしてもやっぱり普通のこうなんてうんですかね営利を求めている企業とかであるとなかなかあの手をつけられずほっとかれてしまうっていったところがあって、えー、特に私たちあの一人親であったり、まあ、そういったあ困難さまざまな困難を抱えている あの親御さんとお子さんをサポートしているところの団体なんですけれどもえそういったところはやはりなんかその方々からやっぱり何かお代金を頂戴するとかもできないですよねなのでそういった方々をあのやっぱりサポートする団体とかまあそういった組織っていうものがこれまであんまりなかったっていうのが一つあります。あととはは日本ののの中で例えば子ども貧困とかまあそううういいったネガティブな課題っていうのはどうしても隠されがち でありますなかなかその表に立って社会課題っていうことがこう見えづらい課題でもありましてそういったところであのやはりその課題が取り上げられることがこれまで、えー、なかったそしてその取り上げられることがなかった ないないとなると、やっぱりそういったところで制度化も遅くなりますし、ですので日本の一人親の貧困率っていうのはとても高いっていうのが OECD 諸国の中でもあります。まあそういったところで、えー、こういうあまああ,あとはですね、そういったあのこのか。 課題というのはさまざまな課題がこう実技でつながっていきますのでどうしてもあの一つの,その子どもの貧困を解決するだけでもあのその前手前にジェンダーの問題とかです、ね、いろんな仕事の問題とかいろんなものが絡かかかかまってきますのでやっぱりそれを全体をか考えて解決していくということができないと取り残されたままになっていくという形になります。はい、ありがとうございます。 えー、OECD の中でも高いですよね相対的貧困率日本ではあ皆さんご存知ですかあの高い方なんですよで、えー、ななんでこの相対的貧困率日本こんなに高くなっちゃったかっていうのは佐々木さんなんかこう考えられたこととかありますか 今の、やはりその社会の中では、こう、二人親が当然で、まあ、それがモデルとされた制度の設計になっているので、やはりその一人親になった途端に、やはりその、いろいろな支援が、こう、脆弱なために、やはりその一人親になってしまった、特に母子家庭の貧困率がとても高いんですけれども、そう、はい、分の1ですよね。あの50、50%ですよね。50%が貧困率。困率母子家庭の場合は。そうです。はい なのでやはりその一人親に対するこう国全体の施策っていうのはもあの日本ではとっても脆弱であるってことですね。うん、はい。そうですね。ありがとうございます。一人親でもあの母子家庭と父子家庭あると母子家庭の相対的貧困率は50%なんですね。父子家庭は一桁台なんですけれどもとなるとやっぱりこれ女性のそのやっぱり就労状況によるっていうことなんかになってきますよね。<laughs> で、先ほど、そのマネタイズしづらいところに、この npo としての活動をする意味や価値があるっていうお話もあったんですけれども。特にこの貧困問題に代表されるようなものって、っその資本主義経済活動の中の。から出てきた、その外側の問題として、こうどうしても出ちゃうんですね。外部不経済の問題です。出てきちゃうわけなんですよね。そこで、やっぱりほ、まさ、あ、にお話あった、放って置かれちゃうとですね。あの、どん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 、それがこう改善しないまんま。えー 当然、その方々はお金持っていることはそんなに多くないわけですから、サポートが少ないということで、放置し続けられたんですけれども、最近ようやくですね、佐々木さんなどの活動が注目されて、10年近く経ちますけれども、取り組むプレイヤーの方々が多くなってきたし、国も施策の方はあのかなり力を入れてきてますけれども、数字自体はあんまりまだ改善してないんですよね。ありがとうございます。ではあのー、籔本さんに行きたいと思います。籔、え、本、ー、さん。 えと先ほどコミュニティというお話がありましたがあのどっちでもいいです病児保育の問題でもいいですけれどもそのコミュニティの話でもいいんですけれどもあのどういう課題切りはかはお任せしますがその課題はなんでこう起きてきしまっているかというところをお話しいただけますか、まあ、子育て支援という、まあ、広い領域というところを見たときでお話しさせていただくと。 あのまあ、本当に抜け漏れがものすごい多い業界なんですね、先ほどねあの、佐々木さんもお話しされているように、あのと人親の、ね、支援なんかも、やっぱ子育て支援っていうところに関しては、すごくダイレクトにいくもので、なかなか手が届きづらいっていうところがあって、でまあ、そこ、なんで起きてるのかなって、まあ、この14年ぐらい、今、仕事してるんですけど。 やっぱり利用者側というかその保護者とかこの側の話で行政、あとその事業者この3つそれぞれにやっぱり課題があると思っていてでまああの基本的にその行政っていうところがその現場の,その本当の末端の,その方々っていうところの情報をどこまで吸い上げられるかっていうとなかなか難しい。 あの、やっぱり役所っていうのはルールに沿って、まあ、法にもっとってやるので、今日そこにどうやって乗せていってあげられるかっていうところは、やっぱりこの現場というか、その、市政の中でこう吸い上げていく、あの、アンテナがやっぱ必要になってきてて、まあ、そこがさっきお話したコミュニティというところにつながってはいくんですけど、じゃあそのアンテナの役割を担うのは誰なのかと言ったときに、まあ、やっぱり一番近いのって、やっぱ子育て支援という形で直接関わっている人、 うんまあ、特に我々のような保育であったりとか、うん、教育っていうところ、まあ、学校もそうかもしれないですけどそこの意識っていうところが、まあ、なかなかあの難しかった時代にずっとあったんじゃないかなとだから特にあの都市部に関してってあえて言いますあのちょっとあの地,方の地方都市になってくるとちょっとそこは課題感が変わってくるんですけど、まあ、どうしてもやっぱりその目先の。 あのまあ、それこそ我々の世代であれば待機児童の話とかもう本当に数字ですぐに出てくるようなところに対してあと、そのマスのところにこう要するに目が行きがちになってきているので、まあ、そこがまずちょっと、えーうん、やれる人が少ないのかな、うん、であともう一つ最後にあのように利用者側というか保護者側の話でいうとどうしても子ぱ子供子育てうてなった時に何にもやっぱ子どもを育てないんですよね。 人人人か2人、まあ、多くて3人あ<ー>でそうするとあの子どもの課題って年齢が上が上っってていいくくどどにどんんん変わっていくんですよ喉、はいはい、元すぎればって言い方悪いんですけど<ー>幼稚園の時困ってた保育園の時困ってたことをその課題意識を持ったままその利用者さん側でこの熱量を持って続けられる人っていうのはなかなかいないっていうまあそういった意味であの問題はあるんだけどそこに手を 伸ばす人っていうのがやっぱ継続しづらいのかなというふうには実は思っています。はい、なるほどありがとうございます。あの行政には行政のやっぱりあの立場と役割があるのであのなかなかねその現場の情報にあのこれ一時情報にこう触れづらいとかあのどうしてもこうしっかり執行するためにはまあ ネガティブな言い方すると縦割りになっちゃうんですけれどもなんでそこの抜け漏れが起きやすいみたいなところはどうしてもあるんですけれどもそこをその民間の事業者がしっかり情報もちゃんと持っているところなのであのうまくね連携できるといいんじゃないかというお話だったと思いますありがとうございますあの先ほど打ち合わせの時にヤゴさんあのコミュニティのお話もちょっとしていただいてたと思うんですけどもっと保育園とか子育てする場所ってコミュニティの核になれるんじゃないかというお話を されてたと思うんですけれども、そのどういう問題意識から言われたんですか、ね。 そうですねあの、まあ、結局、子どもを真ん中に置いてあのお話をし合うような関係を作れる場ってじゃあどこなんだろうって考えていた時に、うん、で特にその課題がこう見えやすいところっていうとやっぱり我々、日常の延長上にあるところっていうところで、うん、やっぱ我々、保育園とか幼稚園とかこども園とかそういったところが乳幼児期に関して言うならばです小学校行くとちょっとまた変わってくると思うんですけど、えー、まあここで話し合いお互いの,その異常を築けるような場所 要するこうなんとなく、こう閉ざされているのじゃなくて。あの通っていなくても、保育園にちょっと相談に行きたいとか。<ー>こういう場所になれるようにしていきたい。自,自分の子供預けるんじゃなくても、はい、保育園に気軽に、こう。 遊びに行けると相談に行けるようにっていうふうなまあ受け皿になれるといいなというふうに僕は思ってはいて、うん、そこがまあコミュニティのハブという言い方をましてはいます、うん、なるほどなるほどありがとうございますあの次の方行く前ちょっとあの佐々木さんと少しそこやり取りいただきたいんですけど佐々木様のあれですね、サードプレイス運営されてますよねあの今のコミュニティの核になる話とはつながりませんか、ね そうですねあの本当にコミュニティっていうのはすごく大事だなっていうふうに思ってましてやっぱりあの子育てってどうしても親が、ね、頑張ってしないとみたいなところの風潮がすごくあってでもひと、まあ、人親であったりさまざ、あ、まな困難を抱えているとやはり1人で、ね、子育ても仕事もそしてまあいろんなこといろんな体験をさせてあげるってこともなかなか難しかったりする。まあ、それががですねねやっぱ社会のの大人が、ね、あの 親じゃなくても社会のと一緒に子育てをしていくことがすすごく重要かなって思うんですけど本当の意味であのおせっかい、うん、あのちょっと昔はもしかするとあったような隣の人は誰とかじゃなくてなんかここにいるここにいるあのエリアの,この子どもみたいな感じでおせっかいができるような場があるといいのかなっていう,ふうに思っています。うねあのなんやっぱ まあ昔、まさ、あ、におっしゃるように、まあ、個人個人がいい意味でおせっかい焼いてたかもしれないですけど、今はやっぱりそういうのがね、なかなかね、あの難しい時代になっちゃいましたから、そやっぱり皆さんのような活動のところ、まあ、機能として、そういう組織がそういうおせっかい出しても大丈夫な場所っていうところをですね、明示的にやっていくということが必要なのかもしれませんね。ありがとうございいますでではは石川さん、はい、なんな なかなか難しいあの課題ですけれどもな<ぜ>の課題って起きちゃうんでしょうねそうですねなぜ性暴力被害が起きるのかっていうところになると思うのでそれはもうずっと昔からあることにはなるので、ねはい、なかなかなぜっていうそこに人間がいる限りあると思うんですけれどもで。 なぜそれが今まで焦点あまり、あの、うん、当たってこなかったのかっていうところなんですけれども、一つはやっぱり皆さん自分ごと化されてないっていうのがありまして、結構、まあ日本って安全な国だと言われてますけれども、それでもこの日本でさえ、まあ例えば、まあ名変わってしまいましたけど、 不同意石膏等罪とか、あと不同意わいせつ罪などを含めると、まあ、年間5万2千件以上の性暴力被害って発生してるんですけど、そうすると1日にまあ約150人ぐらいの方が、まあ、そういった辛い 経験されてるんですけど、そういうことってあまり表になってこなかった。うん、ただ近年、うん、ミートゥー運動とか、はいはい、まあそういう形で自分がこういう目にあったとか、そういうことを今まではずっと隠してたけれども、それを声に出す人たちが現れてきた。それで、まあ焦点は当たってくるようになったのかなとは思ってるんですけど、ただどうやってそれを なくすかっていうところはもう本当に難しい課題だなと思っていつも考えてますす、うん、そうですねやっぱりまあ段階があると思うんですけどやっぱり MeToo にまさに代表されるように顕在化されつつあるっていうところあの表に出しても大丈夫なんだっていうことが今、ようやくですね日本でもできあの起きつつあるかなと思うんですまだまだそれでもですね あの無にはまだまだしづらいというのは実態だと思いますけども。そうですね。あの性暴力被害ってすごく案数が大きい被害ってなっていて、うん、被害申告率がなんと14%ぐらいなんですね。うん、なので実際にあっても5人5人に一人も警察に通報してないんです。うん、いということは何が起きるかというと、あのそういう犯罪を犯してもですね、捕まらないあの顕在化しないので。 再犯を犯していくっていうような形になってくるので、まずはやっぱりそういうことが表に出てくるっていうことと、まあ、政府は結構最近は原発化の,あの方向に動いてるんですけれども、あと被害者支援というところでハートさんだったりとか、まあ、被害に遭った後のケア、あと原発化することによって被害が起こりにくくするような、まあ、施策っていうのはやってるんですけど、何が抜けてるかって言ったら、今まさにその被害に遭ってる時にどうやって自分の身を守るの どうやって大切な人を守るのっていうところがやっぱそこがスコーンと抜けちゃっていて<ー>そこはなかなか行政にはできない部分なのでまあ私みたいなこういう人がやっていくっていうところでやってます。なるほどそれでは小木さんお願いします小木さんもその複合的な課題に取り組んでらっしゃいますけれども、はい、そうですねお話聞いてて大きく2つあってそのまあマクロ的に青柳さんおっしゃってるような話だと思うんですよね。 経済システムの外側にある問題なので、かつ難易度が非常に高いということだと思うんです。例えば、我々、障害を持たれた方々が120人働いてますが、その方々が、じゃあ一般企業で働くっていった時に、生産性を上げなさいと言われて、短期的にはこれ難しいということで、えー、辞めさせられたり、離職につながっていくということで、じゃあこの方々をじゃあどうやって救い上げて、 今のののの経済システムの中でで生産性の高いいい人たちにしていくのかかかとうことが時間かかるわけですよねあともう一つはそのミクロ的には自分自身の,この社会起業家自身が成長すればするほど向き合う課題がたくさん見えてきてこう末広がりに広がっていくということになると思うんですけど今自分自身はその障害難病を持たれた方の住まいと働く場と最後を迎える場これ全部やってるんですね。 これ地域で全部一気通貫でやってるんですが初めは働く場所を作ろうと心の復興の一つだと取り残された人たちのそういう場所を作っていこうということで始めたわけですけれどもこういよいよこう聞いていくと親が高齢になって住む場所がなくなると何とじゃあ住む場所を作るぞということでみんなで作ろうということでこう地域に作っていくそうすると今度はなくなる場所ですね病院から退院をしてきたけど自宅では住めない。 親もいわゆる8050問題で支えきれない地域の医療もない何とじゃあ作ろうというふうになっていってじゃあ看護師が24時間いる施設作ろうといやいやって人口5万10万人のところでそれマネタイズするんですかというようないろんな話もあるけれども顧客が見えてるんで僕たちは大丈夫だと行こうと大手は絶対やらないと思いますけどやるということでこう広がっていくんですよね。 で課題がなくならないのは、まあ、この起業家自身のあるべき姿がやっぱり見えて、こういう社会にしたいと、こういう地域にしたいというやっぱり熱い思いがあるので、もう、で目の前の現実がもう、本当に手触り感のあるものが見えるじゃないですか、でこのギャップをなんとか埋めていきたいっていうふうなこれ生きがいですよね、私にとっても生きがいですけれども、だからもう、なくなりづらいどじゃないかって思う、ね、なるほどはい 佐々木さんの活動なんかも結構近いかなと思うんですけど今のってあの子どもの貧困のテーマにかかって例えば学習支援始めたら子どもの学力の話だけじゃなくなるじゃないですかその,お,あのお子さんの,親あのご家庭の話までやっぱり踏み込まざるを得なくなります今の帯さんの広がりと同じような感じだと思うんですけれども、いかがですかあはい、おっしゃる通りですね。あのー えっと最初は子どもたちのサードプレース居場所から始まったんですけれども、まあ、でもあの保護者もサポートするっていう形で、えー、保護者の方々のやはりそのお悩みを聞いたりあとはちょっと心の支えっていう形の立場になったりあとはあの本当に仕事が困ってるっていったら就労支援事業を立ち上げようとかやっぱそういった現場で見えてくることがだんだんあの事業化していくっていう形にはなってきました。はい、はい あのだからそれをまた事業にしていくところがあるぐらいなんでちゃんとグロービスでね経学んでるところだと思うんですけどあの結構あの私もそういう癖がついちゃってこれはそうなんないようにしようと思うんですけどあの今の帯さんの最初のお話みたいにこうあるべき姿が自分らしにこうって描いてある、まあ、イメージがあって今ここの課題やってるんだけどつながってるんだと放っておけないとでまさに事業としても何とかいけそうだということでつなげたり広がったりっていうこと。 やられれてる方々ばっかりだと思うんですけれどもあのやもするとこう MBA とか学んじゃうとなんか戦略がどうでそこに行くとどうなんだみたいな話とかついついこう考えがちでやめるみたいなこととか <laughs> あったりとかねあのしちゃいがちなところもあるんですねあ,のあったりしますあの私の職場も、まあ、グロービスはじめ MBA 持ってる人間何人かいるんですけどなんかそういう気のになりがちなんですよねついついね。 いやいやいやとあの、目指すべきはここで、今あの、ここの新しい課題が出てきたら、そっちもちゃんといかなきゃあのリソースとか資金とか、いろんなの話、あの課題は、あの経営上の課題はあるんですけれども、やっぱりまず、つながってるんだから、そこまで解決しないとねっていうところの、この,あの動きみたいなところはですねあの、失わせたくないなと思ってまして。 なの,であの皆さんも学んでいらっしゃると思うのであの学びはいい形で使っていただきたいと思うんですよなんかついついこうブレーキかけちゃったりとか結果としてねそんなつもりなくてもそんなことも起きちゃうかなと思いますあの私の経験上ですありがとうございますじゃあ,あのお時間もそろそろなので、えー、最後の質問でこれ難しい質問なんでこれからこういうことやってきますでも全然構わないんですけれども あの今、取り組んでいる課題、あのまあ、本当に今日短い時間でそれぞれご紹介いただきましたけれども、この課題ですね、この社会課題、どうやったら改善されますかね、その改善されていく、ま,あまあ、まさに、ね、あの石川さんのテーマなんかもなくならないと思うんです、正直、なんですけど、まあ、改善はされると思うんですよね。じゃあ、どうやったら改善されますかねで、改善されていくためには、この皆さん、それぞれパネリストの皆さん、今後、何をこうやっていか,かれますかと。 いうところをですね、あの最後の質問にして、それから、改造の質問を受けたいと思います。ではですね、えー、っと、藪本さんから、今度お願いします。はい。はい、えー、っと、まあ、解決というか、まあ、私自身が今考えているのは、多分、こう、次に、こう、つなげ、どうつなげていくか、ということ、今考えていまして。 まあおこがましいですけどなんかこう藪元でもできるんやったらできるんちゃうかみたいなね <laughs> あのなんかそういうまあロールモデルとまではいらないんですけど、うん、まあなんかできるんちゃうみたいな等身大の自分を見せていくっていうのも多分必要かなと思ってますでやっぱ自分一人でできることでやって幅がどうしても狭いし、はい、あの限界があるので僕が今考えているのは 同じその地域の中で、まあ、あの僕はもう目指したい姿としてはもう自分の娘たちがこうあ2人いるんですけどね娘がここで子育てしたいって思,い思える街にしたいと思ってるんですよ、だからそこを共感できる仲間を、まあ、1人でも2人でもこう作っていく、まあ、それがもしかするとノウハウ的な話かもしれないあの資金的な話かもしれない。 あのまあ、人脈かもしれない、まあ、そういったところのつながりを、まあ、次世代にこう作っていくための、うん、まあ関わりをちょっと増やしていきたいなとは思っていますの、うん、でもうエリアを外に広げるとかじゃなくて、うん、もうその中でこうベタベタになっていくという、うん、あの感じ密度の濃い密度がもうあのドロドロの関係でこ後輩たちをたくさん。 はい,はい、はい。そうですね。まあ、そういう若い目を、こう、どうやって、こう、見つけていくかっていうのを、ちょっと今意識はし始めてるかなと思います。えっと、今統括地区ですよね。千葉県の。そうです、ね。あの、統括って、あの、流山とか松戸とか、あの、関東の方、わかるかもしれないですけど。具体的にだから、あの辺を、やっぱり離れないで。そうですね。もう、あの、結構、あの、仕事柄。 あの東京とかの、ね、役所の人から来てくれと言われることもあるんですけどあ、ね、まあ僕はもういいですとあのもう地元で頑張りますって言ってあの今、柏と流山以外は行きませんってやって、まあ、でも逆にそれをやってるからこそあのこの人はこのエリアのことを本当に考えてるんやなっていう,ふうに思っていただける人も増えてきてるような気がしてるのでそこは大事にしていきたいなと思ってます。なるほど ヤブモさんのようなその子育ての関わる経営者をもう密にこう作っていくというところでこうあの改善改善というかですねこの子育てもっと盛んな地域にしていきたいということですねありがとうございますはいでは今度は順番にいきますね佐々木さんお願いします同じ質問ですはい。 ありがとうございます。えっ、ー、と、先ほど、あの、いろいろな事業をやってるっていうふうなお話をさせていただいたんですけども、でもそうは言えども、やっぱりストーリアは、その、やっぱりこういった問題を解決するレバレッジポイントっていうのをちゃんと2つ設定しています。うん、そこから外れないっていう形の、まあ、そこをちゃんと選択と集中をするっていう形で事業を設計をしていると。 で、そのレバレッジポイントの二つっていうのが、一つは、あの、孤立した子育てを社会で子育てしていくっていうことと、もう一つは、まあ、そういった困難を抱えたお子さんが、まあ、自分らしい人生を歩んでいくための、えー、サポートをする。まあ、可能性が切り開かれていくような、そういったサポートをする、事業をするっていう、まあ、このことを二つレバレッジとして考えてやっています。で、あの、まあ、どうやって解決していくのかっていうのは、すごい、もう、壮大な、 まあ、お話にはなってくるんですけれども、まあ、NPO として、まあ、あの、立場で言いは、お話しさせていただくと、NPO っていうのはあのこう、しなやかな社会変革を担う立場だと思っております。そして、その、いろいろな異なったセクターの方々と、まあ、協働しながら、まあ、そういった方々と、こう、あの、 共同する中でこう有機的な生態系を作っていく、まあ、そういったストーリアはこうあの立場になるのかなっていうふうに考えておりますなのでそういった NPO の特性を生かしまして、まあ、大きくこう3つ考えてあのやっています1つはあの社会を社,社会自体をあの社会構造をちゃんと見ていく、まあ、社会システムを見ていくっていうことかなというふうに思っています,すごい <laughs> 最近出てきてきる考え方であのその社会がなぜこういうことが起きてるのかっていうことをちゃんと見て構造化し、まあ、そこに有機的にどんなセクターの方々と協力をしていけばこれが少しでも良い方向に向いていくのかっていうことを考えてそこにアプローチしていくってことが一つ。 ああととももう一つはあの石川さんもちょっと話ありましたやっぱり自分自身をトランジッション、まあ、変容し続けるっていうことで、うん、例えばあの私もそうなんですけれども原体験があるのでどうしても痛みからこんな世界があっちゃいけないみたいなふう,うな思いがあって例えばそこから戦略であったり、まあ、組織開発みたいなところを考えていくとどうしてもこうネガティブな戦略であったりこう 組織,組織の,その開発みたいなこうエネルギーがいっちゃうんですね。 でそれよりもその痛みの奥に必ず人っていうのは願いがあると思っているので先ほど尾身さんもお話ししたようにこういう社会があったらいいよねっていうところからそういったポジティブなこうエネルギーを持って、まあ、戦略とかその組織を見ていくってことがすごくこうあの有機的につながっていくしあのまあそれが本当にあの価値あるものが生み出していくんじゃないかなっていうふうに思っております。 なので、ちょっと具体的にこれをしていくってことは、すんごいたくさんあるんですけれども。ちょっと、あの、はい、そういった形で考えております。ありがとうございます。私響いたの、やっぱりあの。最初はネガティブなこう、怒りとかが、ね、その悲しみから、こういう活動を始めたりする方多いんですけど、それだと長続きしないし。あの、全くそこも共感します。それから、あの、最近流行ってますね、私がちょっと突っ込んじゃったのは、システムチェンジですよね。なんで、この問題起きてるんでしょうっていうのは、必ずシステムはそこにはあるので。 のシステム構造をちゃんと要因を分析してバレッジポイントを見つけてそこをひっくり返していって問題を根本解決していきましょうということをやっていきましょうついついこう対処療法的なあのこともやっていくこれ,はこれは大事なんですねこれは今起きてる問題をとにかく解消しなきゃいけないのでこれはこれで大事なんですけれどもあの根本解決にどうやって向かわせていくかというときにシステム全体を見ていきましょうという考え方が最近ではあの言われてきてるようになってきてます。 はい、それでは小木さん、お願いいたします、はいえー、っとそうですね、究極的には多分理想の街を自分たちでコントロールできるうようにするってことだと思うんですよね、だから、イタリアにバチカンがあったり、フランスにモナコがこうあって、独立自治区みたいになってるじゃないですか、だから、まあ、ある種大きなことを言えば革命家のような形で、まあ力なきわいは無力なんで、まあ、 微力ですかね。力なきゃけは微力なので、力ですね。パワーを持つ。パワーは多分お金と数と思想だと思うんですよね。そうすると政治も動かせると思うので、自分たちがある一定の規模感になっていくってことはもうこれはいつも言って、私たち言っているんですが、大事なことだと。それは何のためかというと、希望の場所を後世へつなぐ。まあそういうビジョンを掲げているんですが、生まれてきてよかったを選択できる希望の場所を後世へつなぐ。 その礎を自分は作るということを社会企業家だから儲からないとか豊かになれないとかっていうことは壊していくそこに属する人たちの収入も上げていく社会的地位も上げていくその責任を自分は担ってそういうものを作っていきたいその礎を作って独立自治区みたいなものって作れるんじゃないかなとそうすると社会システムも変えれますよねそんな風にこう面白くワクワクやっていく街づくりに携わる人づくりに携わる そんなことをやっていけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。こう政治家とかね、行政という立場のポジションじゃなくて、民間のポジションからね、そこまで考えてやっていくんだっていうことですね。ワクワクしますよね。本当にありがとうございます。では石川さんお願いします。はい。私もですね、実はあの構造分析って構造で考えたことがあって、うん、皆さん犯罪ってどうして起きるかわかりますか。犯罪が起きるさ、三つの要件があるんですね。 まず一つが、まあ、その犯行に及ぼうとする人がいることっていうのが一つ。で、二つ目が、そのターゲットになりやすい人がいること。で、三つ目が人の目とか監視がないことなんですね。で、どれかが欠けてても犯罪って起きないんです。その三つが揃った時に、条件が揃ってしまった時に犯罪って起きるんですね。 で、じゃあ犯行に及ぼうとする人を止められるかって言ったら、やっぱりそこはなかなか止められないので、うん、じゃあ私たちができることって何だろうと思ったら、ターゲットになりにくくするっていうことと、もう一つが人の目を増やして、監視の目っていうか、そういうのを増やして犯行に及べないようにするっていうところを考えていて、で、私がやりたいと思っているのが、そのターゲットになりにくくするところと、人の目を増やしていくっていうところをやっています。 で、ターゲットになりにくくするために、皆さんがですね、防御力が上がって、なんかバリアを張ってるような状況になれば、狙いにくいんですよ。なので、今はもうほんと無防備な状態の人が多かったり、もうただ気をつけなさいだけなんですよね。こんなにテクノロジーが発達しているのに、このエリアについては、この分野については、ただもう気をつけてね、気をつけなさい。 気をつけようって終わってしまっているので、そこをまあ、テクノロジーの力を借りて防御力を上げて、うん、あと人の目のも育ててやっていけば、犯罪は減る。うん、犯罪機会を減らすことができるんじゃないかなと思ってます。なるほどその構造分析で3つの要因というのはすごくわかりやすいですね。で、その1番目の犯す犯すリスクのある人たちがいるって言うのはどうにもなんないからっていう、ね。そこもその通りだし。 そうですね。どうにもならないんですけど、そこは、なので行政がやってくれてる、ね、その厳罰化することによって、はいね、やって、もしもバレて見つかっちゃったら、あなたの人生台無しだよっていう風なところで、やめようって思うかどうかなんですけど。民間がやってもしょうがないですよね。そうですね。はい、そこはもう私は、まあ、どんまいというか。うん、まあ、ただ、情報発信はしていきたいなと思っていて、やっぱり、あの、加害者にも被害者にもしたくないんですよ。うん、加害者にも、まあ、その、本当の意味で、 こう悪意に満ちた人っていると思うんですけどただちょっとした気の緩みとかあのそんなつもりじゃなかったっていうところってきっとあると悪ふざけの延長線上みたいなところもあると思うんでそういうところはもう加害者にもしないっていうところでなんかやっっててたらなとと思まますすねありがとうございます、はい、あのそれではお時間になってしまったので、えー、会場からです、ね、質問をあのいくつか受けたいと思います。 ご質問ある方は挙手でお願いします。はい、えー、いっぱいいますね。で,では前の方。あ、いろいろお話ありがとうございました。えっと二十期のお城と申します。あのヤブさんにご質問なんですけど、あの自分も共働きでと両方マネジメントやってて子育てをしていて、やっぱりあの子供が熱を出した時の問題っていうのがすごい大きくて。 やっぱ頻度が高い時って本当に支障をきたして本当にあの病児保育ってあったらいいなって思ったんですけどなんか当時やっぱり喉元すぎるとまあ忘れちゃうっていうのとあとやっぱ文化的なところでこの病児保育までに入れてまで働く意義ってなんだろうとかややこのそういうところに入れるとこう育児放棄的なそういうなんか文化的なところとか価値観とかっていうのも結構そのハードルになるのかなと思うんですけどなんかそのやって そこが必要だって思ってやっていくって信念もあると思うんですけどそういうこの日本人特有だったりとかこういった女性が活躍する手前のハードルとかそういったところに対する取り組みとか思いとかがあったらちょっととお伺いいいしたいなと思います難しいですねあのいやそうおっしゃる通りだと思ってます。でえー、と あの、病児って結局認知の、あの、三つ壁があるんですよね。まず、認知の壁っていうのと、実際のその、あの、心理的なその使う、使わない。で、あと実際の利用しやすさみたいな、この三つの壁があって、まさにおっしゃるところのその認知の次の、実際使いたいって思えるかどうかってところなんですね。で、我々の方でやっぱり考えているのは、えっ、ー、と、病児保育って、じゃあ皆さんにちょっと質問なんですけど、皆さん、あの、子供のケアって、 どのぐらい専門的にできますかって話を僕はよく保護者で聞きます。やっぱ我々はあの医療的な知識だとか経験とか、あのまあ、それこそあのそこの病気の子供をお預かりするのにふさわしいかんあの環境を整えてちゃんと見てるんですと。 それとご自宅でご自身で見られるのとっていうところのどちらがあのじゃあ子供の最善の利益につながりますかっていうところはやっぱり僕らは言ったりします究極的に子供にとって一番早くあの病気が治ることが僕らはいいというふうには考えてますのでその環境を提供する我々はプロ集団なんですよっていうところを、まあ、結構強めにこれは出していますただとは言いながらもですねあのさっきお話したように子供の その子育ての経験って本当に一過性が強いので、どうしてもそこが伝わりづらいところはあるのが、まあ、ここはあの正直あの我々だけでは多分クリアできないところで、実際あの4割ぐらいは使いたくないっていう方はやっぱり統計上出てますので、まあ、ここは逆にどうしたらいいんですかね。<laughs> あの、聞,いて逆に聞,あの聞きたくなるぐらいなんですけど、あのもう本当だから専門性を上げていくっていうことしか多分できないかなと僕は個人的に思っています。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では次の方お願いいたします。ありがとうございます。えっと24期オンライン校の中井と申します。えっと僕自身、あのシングルファザーの経験がありまして、まあ、仕事しながら。 あの、家事育児しながら、グロービス通いながらっていうのをやっていて、まあ一番辛い時期なんかだとあの、辛いっていうことも表に出せなかったなっていうのをすごい思い返して思います。で、皆さんがあの、されている授業の中で、まあ、先ほどあの、お客さん見えてるみたいな話もあったと思うんですけど、お客さん確かにお客はいるかもしれないけれども、表に出てこないっていう場合は非常に多いんじゃないかなと。あの、性被害、性犯罪の被害の話あったように、まあ他の問題でも同じなんじゃないかなと思うんですけど、どうやってそのお客さん、顧客にリーチしていくか。 何かこのグロービスと学びとつながるところがあればお聞きしたいなと思いましたえっとどなたかの質問かは特に限定されなくてよろしいですかわかりました顧客のリーチの話なんですけれども石川さんいきますかはい そこが最大の課題です。<laughs> どうやってリーチするかっていうところなんですけど、そうですね。なので、まずこういう解決策とかがあるよっていうことを知っていただかないと始まらなかったりするので、でそこが本当に悩んでいるところではあって、で、私が取り組んでいることとしては、グロービスの学びとあまりあつながらないんですけど、情報発信ですかね。あの、YouTube だったりとか、まあそういう ところを使ってただあの辛いものを辛いよっていう伝えるのではなく私はこう。 なんか身を守るってどうしてもマイナスをゼロにするイメージ皆さん強いと思うんですよね。防犯とかって。でもそうじゃなくて、こう身を守るっていうのはなんか健康になりたいとか綺麗になりたいとかと。それと同じようにゼロをプラスにすることなんだよっていうふうにその考え方意識を変えていきたいと思って、そこをすごく取り組んでるんですけど、まだ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 ,まだです。すみません。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ他の方いらっしゃいますか そうです。 はい、22期オンラインの山田といいます、えっと、沖縄で、えっと、障,害か障害児関係の児童福祉、あとは観光と保育、まあ、そのあたりの地域の課,課題解決のために事業をやっています、えっと、石川さんに質問です、えっと、沖縄にから来ていますので、まあ、昨今の,の,です、ね、あの性暴力は非常にちょっと心痛めている地域でございます、石川さんからちょっと漠然としたご質問ですけれども、どう感じていらっしゃるのか、お伺いできたらと思っております。 そうですね。あの、どう考えてるかというと、もう悲しい出来事だと思うんですけれども、なので、やはり、ただ、表になってきてるだけまだマシかなと思っていてで、それも表になってきてないことがたくさんあるんですね。たくさんたくさんあるので、で、それを、やっぱりそういう時に、そういう目に被害に遭わないように、どうするかっていうところの身を守る手段をぜひ持っていただきたいとも思いますし、 そうですよねだから監視の目というかそれを育てていったらいいなと思うんですけどねなので防犯カメラだったりとかそういうのをもっともっと導入したりするのもいいと思いますしなんとか減らしていきたいなと思ってますすみません答えになってなくてありがとうございますはいいありがとうございますでは次の方いかがでしょうか。では水色ののシャツの方女性の方、はい あ,ありがととうございまますす期大阪校の岩田と申しますあのストーリーの佐々木さんにお聞きしたいんですけれども、えっと、私も大阪で子どもの学習支援してましてやっぱりあの私の原体験というところも貧困家庭の子どもというところがあってやっぱりあの佐々木さんさっきおっしゃられたんですけどあの子どもマネタイズできない課題というのは表に出てこないとおっしゃったのがすごい印象的でやっぱり子どももやっぱり表にちょっと問題がある子どもで余計出てこないと思っていてで普段 子供の学習をしようしてるんですけれども、そういう子供たちにその活動を届けるってどうやってしてるのかなってちょっと教えてもらいたいです。はい。 ありがとうございます。あの私たちはですね、アウトリーチっていうのをかなり力を入れています。で、アウトリーチをするためにじどうしているかっていうと、まずはやはり行政と連携をするっていうことです。これ一口で簡単にはいかないんですけれども、時間かかりましたけれども、あの行政とあの連携をしながら私たちのあのその相談支援窓口であったり、子どもたちのサードプレイスっていうものをその直接あの行政の方からお手紙を出していただいたり、あと行政の中ではあのそういったあ困難 を支えていくあのまあかがありますのでそこと連携することでえっ、ー、とまああのリファーですね要は依頼されてここの過程をちょっと見てほしいとかまあ、そういった形であのやっていますもう一つはあのえっ、ー、とインターネットで例えば google 検索みたいなそういったものを使いながらネットでのアウトリーチっていうのをしていますあの やはりご自身で助けてとか、なかなかその表だって言えない、ただネットで本当に例えば、一人親苦しいとか、経済大変とか、そういった時にうちの広告が出るようになっていて、そこから、あの、えっと、相談ページになって、最後、あの、ランディングページを作って、そこから私たちに、あの、アクセスできるような、そういった仕組みも作ったり、やはりその、今の社会のこの、 福祉ってどうしてもちょっと遅れがちなんですけれども、ただそういった本当に今の必要なつながりやすい方法っていうのを常々考えて、そういった手法を使ってつながこちらからつながっていくということをやっています、はいあ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、とお時間がかけて最後、お一人にしたいと思います、はい。ご質問ある方いらっしゃいますか。じゃ あ,ありがととうございまますす期の申し皆さんにちょっとお尋ねしたいんですけどあのネガティブな問題ってなかなか表に出てこないっていうお話だったんですけど例えば、えー、っと知的障害の方の月収が大体3000円ぐらいで1万円の壁っていうふうに言われてますでそういう情報って多分知らない方がほとんどだと思うんですよ なんでこれは出てこないんでしょうか。その日本のこん、日本の考え方の問題なのか、それとも。もっと他に、何か解決できるような問題があるのかっていうのを、ちょっとお尋ねしたいなと思います。はい、えっ、ー、と、じゃ、あお時間の関係で、じゃ、回答は、じゃあ、あ帯さん、代表でお願いします。まあ、皆さん自身がですね。あの、この社会課題。なんでしょう。の現場に。 少しでもこう、足を踏み入れていただいてですね、発信していただくっていうのが早いんじゃないかなと思います。今、リディラバさんの安倍さんがやっているような、社会課題を構造化しようというようなサービスもあったりとかですね、NPO のクロスフィールズさんの、留学体験ですね、社会現場、社会課題経験の現場に行こうというようなプログラムもありますし、そういったことにどんどん入っていただいて、経験していただくっていうのがいいのかなと思います。これから、先ほど青柳さんとも話してましたけれども、 このソーシャルセクターで今あの新しい資本主義実現会議ですかねというものも行われていて税収が減っていくけれども課題がものすごく増えていくっていう中で多分国も,もう明確に言ってますけれども社会課題を解決するマーケットを作ろうとこれを成長のエンジンにするんだって言ってるじゃないですかえっってこの成長のエンジン相当大きなマーケットができるとで そのビジネス、今までやられていた方々がそのマーケットに入っていってこう通用するのかというとちょっと難しい側面もあるんじゃないかなというのもあるんですね、私からするとですね。だから早めに体験していただいて入っていただいてこう一緒にですね、このマーケットを盛り上げていくそういったことをしていただけたら嬉しいなと思いいいい、ままます。す。す。ああありりりがががとととうううごごござざざはいます。 えー、では最後、それぞれひと言です、ね、あの皆さんへのメッセージをあのあのおっしゃっていただいて締めたいと思います。私すいませんあのあの最初に伺えばよかったんですけど会場の皆さんですでにこういったその社会課題に取り組んでいる自ら事業を行っていますとかそういうのをプロボノとかボランティアでやっていますなんかこうご質問を伺っていると皆さん何かしらやってらっしゃるかなという感じなんですけどちょっとやってますよ、関わってますよとどのくらいしちゃいっいすごい、すごい、ありがとうございます。 あのぜひこう最後ね、あの4人の方にまた締めていただいて、あの言葉をいただいたときにです、ね、またもっとじゃあやってみようという方がもっと増えるといいかなと思います。では、山本さんからお願いします。簡潔にお願いいたします。もう本当に、えー、連携かなと思ってます、あの横のつながりであの増やしていきたいなと思ってますので、えー、一緒にやっていきましょう。以上ですはい、はいありがとうございます 皆さんありがとうございました、えー、まあ,あの,その課題解決という視点はあ,のあるんですけれどもでも、やっぱり目指すところは一人一人の本当に幸せだと思っているんですね、子どもたちも保護者も、そして私たちも皆さんもでその幸せの総量が上がっていくと、本当に社会の幸せにつながっていくと思いますので、皆さんと一緒にですね、あのこういった、あの 大変な課題ではあるんですけれども、一緒にお力を借りて、あの有機的なこう連携を本当にね、しながら。やっていけたらいいなと思っています。本当に今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、尾じさん。はい、今日はありがとうございました。えー、っと、そうですね。えー なんか大きな話もしましたけれども、きっとこう皆さんの身近に障害難病を持っている方もいらっしゃるでしょうし、余命を宣告された、突然難病になったということもある。その時に地域にそういったサービスがないというような世の中って、地域ってやだなってやっぱ思うんですよね、単純に。そういったサービスを自分たちの手で作れる。まあこれはすごく醍醐味であると思いますし、ありがとうと、心からそういったプレゼントをいただける。これは素晴らしい仕事だなと思うんですよね。ぜひ、 あの、副業でも、おプロボノでもお構いませんので、こう一緒にですね、何か連携できることがあったらいいなと思います。ダイブイン本日はどありがとうございます。<laughs> 石川さんお願いします。はい。あの、今日はどうもありがとうございました。日常には様々なリスクがあると思うんですね。なので、皆さんそういったリスクに、もしもの時にどうやって自分を身を守るか、あとは大切な人をどうやって守るのかっていうところを、ちょっと 考えていただけたらなと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、えー、課題だらけの日本なんですがこれだけね、あの、さまざまな課題、多様な課題にですね、こう現場で取り組んでらっしゃるアラブイが、ごくごく一部なんですよね。今日は4名の方なんですけど、やっぱりグロービスのアラブ内、たくさんこういったて、あの、社会課題に取り組んでらっしゃる、えー、方々が多いんです。今、会場の皆さんも多かったんですけど、ぜひね、あの、この、 おー、和をですね、総量をもっと増やしていって、またこう、グロービスのつながりで、あの、もっと強い、あの、課題解決能力というのを上げていければなと思います。私も、あの、仕事ごな、そういうことを本業にしておりますので、ぜひまた皆さんともつながりを作っていきたいと思います。本日は、えー、この日で終了させていただきます。4名の皆さんにまた最後、あの、盛大な拍手をお願いいたします。